こんんばは、えー、スペガンです、えー、今日もですねドラムの関係の簡易レビューとなります、まあ、ちょっとね相変わらず、えー、この部屋でね人で撮るの慣れてないのでちょっと画角関係がね多分顔とか切れてたらすいませんもうちょっと厳しいです、えー、今日はペダルなんですけど、えー、ヤマハのこの FP9FP9 シリーズいつぐらいに出たのかな、まあ、23年ぐらい前に出た と思うんですが、まあ、その時は僕絶賛フィンガードラムに激振り中だったのでなんとなくヤマハのこの新しいペダル出たのは知ってたんですけど、まあ、買うまででは、ね、至らなかったんですよね、まあ、ちょっといろいろペダル関係はその電子ドラムをやるってなってからですね、まあ、やっぱりその前も話したんですがメッシュ素材のねキックのパッドってやっぱり。 生ドラムのキックとかとはやっぱり全然踏み心地とか踏み応えが違うのでもちろん踏む時の走法とかもちょっと変わったりするんですが、まあ、それ以前にですね、まあ、ペダル自体がペダルやこのビーター系の形状にも、まあ、よるところがあるのかなと思ってですねでちょっと気になっていた僕ダイレクトドライブがすごく好きで、まあ、チェーンとかねベルトとかいろいろあると思うんですけどダブルチェーンとかねでその中でもですね、まあ、ダイレクトって呼ばれる 種類の僕はペダルがすすすごく好きなんででよねねえっとです、ね、最初はですねダイレクトドライブは多分パールかなんかのデーモンドライブとかでダイレクトが出ててそこから入ったんですが割と結構踏み心地のなんか軽さとかまあそういうのがですねすごく良くてで、まあ、DW のダイレクトのやつも買ったしその前はですねトリックドラムっていうメーカーの、えっと、ダイレクトのやつも買いました。 でだんだんまあダイレクトドライブにどんどんはまっていってですねでもちろんヤマハもこの前のモデルもダイレクトモデルが多分あったと思うんですがそれも踏みやすかったですねでですねまあこの新しいダイレクトドライブ、えー、ヤマハで多分一番新しいのがこれですかねで、まあ、ヤマハはねこう割となんかその名機が多くてもうずっとヤマハ使ってる人もいると思うんですけど、まあ、僕は、ね、実は実戦ではそんなにヤマハ使ってきてないんですが電子ドラムにするっていうのもあってまあちょっと踏み心地とか いいい感じなののかかどううっていうのをですね、えー、確かめたくて購入しましたで今日は開封までですねちょっと深夜なんでキック踏むの厳しいのでまた後ほど踏み応え関係のプレイ関係のレビューはしようかなと思ってますでまずですね開封していきます、まあ、こういうのってね基本的にはもう楽器屋さんがレビューとかはバリバリしてるんですけど、まああいう楽器屋さんはねやっぱ専門のプロ目線なんで。 また言うこととかがね僕とかととかは変わってくると思うんですよね僕なんかはねまあ所詮はただのドラマーなのでそういう目線とはちょっと違うのかなとあちゃんとケース付きっつうのがまたいいですねここはねアクシスとは違いましたね説明書と、まあ、チューニングキーが付いてますね、まあ、ここら辺は言うていらないのかなあーでもなんか調節の仕方関係が書いたんだな これはちょっと後々にしとこう。やっぱこう、フィンガードラムとかにはない、なんて言うんだろうな。機材のワクワク感があるかな。なんかアナログだからね、ドラムのハードウェアって。ちょっとワクワクしちゃいますよね。で、結構しっかりしたペダルのバックですね。これが入って3万以内なんですよね。めちゃくちゃ安いんじゃないポケットもついてて。これはかなり安いな。で、これがノですね。 実際のはい、説明書も何も見,ない状見てない状態でどんぐらいわかるんだろうあビーターもねこうビーターポケットみたいなのがあるよすごいね最近のバッグってここにねこういうビーターの専用のポケットがちゃんとついてますねさすがですねこれがあるだけでだいぶ使い回しがいいかもしれないですね使い回し取り回し、はいまあ、ビーターはなんかこう何の変哲もない感じの 普通のビーターでここに挿してっていう感じですね。これね俺すげえなって思ったのがこれだよね。スプリングの調節がね簡単にできちゃうってこれすごい発明だよね正直 <laughs>。あ良さそうだね。でなんかダイレクトって言ってもただの金属棒とかじゃないのね。ここプラスチックな樹脂なんですねこ。こ樹脂でなななんんかとなく 可動域とか長さとかまでも変えられるのかな長さは変えられないのかなあちょっと変えられるんだねでもえー、すごいね考えられてんねちょっと不思議なダイレクトですねチェーンの方がちょっと高い理由ってここが樹脂だからこっちの方が安いのかもしれない僕はでもこの形状がねなかなかかっこいいなと思ってるわけですよまあとりあえずねちょっとビーターを挿してみましょうあこれ20なのじゃんこ家庭 ここはでも違うのかいやそうなのか,なか分かんねえな,な狭くなてここやっぱそうなのかなめっちゃ腹なるあーやべ動いちゃったな関係ねえんだ絶賛手こずり中こんな硬いわけねえんだよな相当緩めてんのにこれって外すもんなのあーやっぱ説明書のやついだめだもう分かんないね最近のやつはビビるあーでも外すわけじゃないんだ 硬いだけなの硬いだけっぽいっすね。怖いな。全然入んないけど。ああ、だいぶ緩めないとダメなんだ。あ、いた、いた、いた。なんとなくじゃ、とりあえずはね、この辺にしといて。ああ、いい。軽いね。あとは、まあ、ここのカムとかで、位置を変えていって、まあ、自分に合うね。 踏み心地を追求していく、まあ、俺は軽ければ軽いほどいいと思ってるんでやっぱりねこの何て言うんですかね演奏中とかにスプリングは僕はね本当に一番最後なんですよね調節の要は踏みながら調微調整していくみたいなでこういうところはやっぱりこういう機材こういう工具が必要になっちゃうのでもうちゃんとしっかりあらかじめ決めておくっていうのがすごく大事なんですよね。でスプリングで微調整していくみたいなのが、まあ、セオリーだとは思うんですけど。 あーこれ良さそうだな滑らかだねアクシスのねペダルもう全然悪くないんですけどこっちがねこれがアクシスのペダルです、まあ、こういう感じなんですねアクシスがねちょっとこうあまあアクシスも相当軽いなこっちはまだあれなのかなスプリングがちょっと硬いかなやっぱこの分アクシスはなんかこの謎のこのビーターがねあんまり良くなくて すすごい位置位置気味がめちゃくちゃゃく大変なんですよねここのネジでやるんですけどアクシスは重いですねやっぱり初動がでもねこれはね生ドラムとかだとすごくいいんじゃないかなと思ってるんですよねでこっちはね初動がめっちゃ軽いですね最初に使うエネルギーがめちゃくちゃアクシスと比べると全然違いますねアクシスはやっぱドどんどんまあパワー出るだろうなっていう感じですねうんこれはね ヤマハなんか良さそうですね電子ドラムとの相性でまあ、アクシスの方も本当はしっかり調節すればもっといいセッティングを探せるのかなとは思うんですけどただですね現状ですね大っきな問題があってここなんだよねここここ関係がねアレシスの電子ドラムだとね噛み合わせるところがめちゃくちゃ分厚くなっててねでこれしかも奥までいかないので厳しいんですよねヤマハはどうなんだろうっていう感じなんだけど 電子ドラムを叩く時にですねやっぱどうしても振動っていうのがめちゃくちゃきつくて r、まあ、ローランドさんから出てるノイズイーターっていうマットみたいな分厚いゴム,ゴムの足がついてるマットみたいなのがあるんですけどそれとの相性もマレシスはちょっとまだ微妙でいろいろ考えなきゃいけないんですよね。でそういうのもあってですねちょっとまあ電子ドラムの方はアクシスはちょっとお休みかなっていう気がします。 できればこれがねいい感じでヤマハのこっちがいい感じだったらいいなと思うんですけどで一応この何個先かわからないですけど実際にこのヤマハの FP9 を使用したアレシスのドラムセットの方にセッティングした状態で使いやすさとかの実際の、ね、レビューとかは、えー、とまた別で撮ろうかなと思っています、まあ、後々ですねこういういペダル関係ののセッティングの仕方とか いろいろペダルによって個性があるのでちょっと違ったりするんですよね。だそういうところもですね、含めていろいろ深掘りしていけたらなぁとは思うんですが、僕もそんなに詳しいわけではないので、ハードウェアに関しては。まあ本当に、白井ミュージックさんとか <laughs> 見るとめちゃくちゃ分かりやすいと思います。僕も白井ミュージックさんの、えー、キック、あ、このペダルのレ,レビューというのかな、説明、解説動画は結構見ました。じゃあ、そんな感じでですね。 また引き続きよろしくお願いします。